皆さんこんにちは、佐世保観光マイスターの吉川拓郎です。これから佐世保の港を1時間にわたって皆さんにご紹介する佐世保群光クルーズ、ご案内したいと思います。どうぞ楽しんで行かれてくださいね。どうも皆さんこんにちは、本日はこの佐世保港群光クルーズご利用いただきまして誠にありがとうございます。佐世保群光クルーズ案内人の吉川と申します。いや本当にですね、爽やかな夏の海、夏の空が広がっています。ではここで少しだけこの佐世保の歴史についてご紹介させていただきます。この佐世保市は現在長崎県内第2の都市として知られています。人口は現在25万人ほど。しかしその歴史は非常に浅く、今年市政121周年を迎えています。ありがとうございました。ありがとうございます。さて佐世保群光クルーズいかがだったでしょうか。この佐世保は日本の西海岸、そして非常に雄大な自然、そして豊かな歴史、そして現在の日本の国宝を守る、そのような町となっています。この佐世保の町をぜひ皆様の目でご覧になっていただきたいと思います。お待ちしておりますので、どうか佐世保に訪れてみてください。